それでは超天才東大生ランキングの発表に戻りましょう。500人に取材した中の栄えある第1位は医学部4年の河野玄斗くん。医学部生にもかかわらずすんごい資格を取っちゃったんです。1週間ちょっと前に司法試験がちょうど終わって今結果待ちっていう感じですね。まあ、多分受かってると思うんですけど、9月に発表があるんで、まあ、そこまではドキドキですけど多分受かってますね。現在全国に医師は30万人、一方弁護士は3万7000人。しかしその両方の資格を持つダブルライセンサーは日本にたった数十人しかいないんです。なぜ医者と弁護士の両方になろうとしているの？手術ミスとかって結構多いじゃないですか。それで患者さんとかがすごい泣き寝入りとかすることが多くて、まあ、そういう人たちを救えたらいいな。医療の知識を持った弁護士になることでより多くの患者さんを救おうとしているんです。さらに河野くんがすごいのはこれだけではないんです。今ちょうどジュノンスーパーボーイコンテストっていうのがあるんですけど、つい最近ベスト1000の面接があって、でちょうどベスト100まで今選ばれたと。イケメン男子の登竜門ジュノンスーパーボーイコンテスト。河野くんは応募者1万7000人の中からベスト100になり、さらにベスト30まで勝ち進んだイケメンなんです。芸能界に入るんでしょ？そうですね。え、どれ10年か？いや別にどれって絞る必要はないかなと思ってて、別に医学部通いながらも司法試験も取れたし、結局何でもなれるなって。別に一つに絞る必要ないと思うんですよ、わざわざ。医者に弁護士に芸能人、そのポテンシャルの高さがすごい。